ダビード・フェレール・エルンは、スペイン・ハベア出身の元男子、プロテニス選手。シングルス自己最高ランキングは3位。これまでに ATP ツアーで、シングルス27勝、ダブルス2勝を挙げ、2007年のジャパンオープンで優勝したこともある。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。2013年全仏オープン男子シングルス、準優勝者。 2007年年関西終戦テニスマスターズカップ準優勝者2012年 BNP パリバマスターズ優勝マスターズ戦準優勝6回デビスカップでデビスカップスペイン代表の3度の優勝に貢献生涯獲得賞金ランキング歴代7位2000年にプロ入りし2002年9月に PCR ルーマニアオープンでツアー初優勝を果たす 2003年前後オープンで4大大会発出場。フェレイルのテニス成績は2005年から伸び始め、2005年全仏オープンで初めてのベスト8に入った。フェレイルはこの大会で前年優勝者のガストンガウディオを2から6、6から4、7から6、5から7、6から4で破った。続く準々決勝では同じスペインの後輩選手であるラファエル・ナダルから、 7,2から6,0から6のストレートで乾杯した。2006年1月、フェレールは世界ランキングを10位に上げ、初めての世界トップ10入りを果たす。全豪オープン終了後、フェレールは初めて男子テニス国別対抗戦、デビスカップスペイン代表選手に抜擢された。デビスカップスペイン代表は2月10日の12日のワールドグループ1回戦で、ベラルーシに1勝4敗で敗れたが、 フェレールがシングルス第4試合で唯一の勝ち星を挙げている。同年のウィンブルドンでレートン・ヒュイットとの4回戦に進出した後、フェレールは7月第3週に行われたメルセデスカップの決勝でホセアカスソ6の4、3から6、6から7、7から5、6から4で破り、4年ぶりのツアー2勝目を挙げた。2007年1月のハイネケンオープンでは決勝で 同い年の親友とミーロブレドを6から4、6から2で破り、ツアー3勝目を挙げる。全米オープンで、フェレールは4大大会シングルスの自己最高成績を出した。4回戦で、ナダルを6から7、6から4、7から6、6から2で破って、波に乗り、準々決勝で、フ安ンイグナシオチェラを破った後、初進出の準決勝で、 第3シードのノバク・ジョコビッチに4から6、4から6、3から6で敗れた。全米4強入りの後、10月のジャパンオープンテニス選手権で来日し、決勝でリシャール・ガスケを6から1、6から2で破って初優勝を果たす。年末の男子ツアー年間最終戦テニスマスターズカップでは、決勝でロジャー・フェデラーに敗れて、準優勝になったが、この大躍進で、 フェレールの世界ランキングは5位に上がった。2008年のシーズンはシングルスで2勝を獲得し、ツアー勝利数を7勝に伸ばした。しかし、4大大会年間最終戦の全米オープンで、第4シードのフェレールは3回戦で、世界ランキング126位の日本の西小利慶に、4から6、4から6、6から3、6から2、5から7のフルセットで敗れてしまう。 11月21日から23日にかけて、スペインはアルゼンチンとデビスカップのワールドグループ決勝戦を戦った。スペインチームは3勝1敗でアルゼンチンに勝利を収め、デビスカップで4年ぶり3度目の優勝を達成した。フェレールはシングルス第一試合のダビドナルバンディアン戦を3から6、2から6、3から6で落としたが、 フェリシアーノ・ロペスト・フェルナンド・ベルダスコが続く試合を奪った。デビスカップ2009では、セルビア、ドイツ、イスラエルを倒し決勝を進出。決勝のチェコ戦には2試合出場し、ラデックス・テパネクを1から6、2から6、6から4、6から4、8から6で、ルーカス・ドローヒーを6から4、6から2で勝利し、優勝に貢献した。前後オープンは3回戦で、 マリンチリッチに6から7、3から6、4から6で敗れた。2月のドバイテニス選手権では、決勝で、ノバク・ジョコビッチに敗れ準優勝。バルセロナ・オープン・バンコ・サバデルでは、決勝で、ナダルに敗れ2年連続で準優勝に終わった。2010年は2月のアビールとメキシコ・テルセルと、11月の地元バレンシア・オープン500で優勝し、シーズン2勝を挙げる。 第11シードで出場した、モンテカルロマスターズでは、第8シードのイワン・リュビチッチ、フィリップ・コール・シュライバーラを破り自身初のベスト4、進出。第9シードで出場した、マドリードマスターズでは、第8シードのマリンチ・チリッチ、第3シードのアンディ・マレーラに勝利し初のベスト4、進出。第13シードで出場した、ローママスターズでは、第4シードのアンディ・マレー。 第7シードのジョー・ウィルフリードツオンが第6シードのフェルナンド・ベルダスコを破り自身初のマスターズ決勝進出を果たす。3年ぶりに ATP ワールドツアーファイナルに出場したがラウンドロビン3連敗に終わった。2011年は1月のハイネケンオープンと2月のアビエルとメキシコテルセルで優勝。全豪オープンでは準々決勝で当時世界ランキング1位のナダルを ストレートで破り、全豪で初めてベスト4に進出した。準決勝では、マレーに6の4、6から7、1から6、6から7敗れた。ATP ワールドツアーファイナルでは、ラウンドロビン2勝1敗で準決勝に進出するも、ロジャー・フェーデラーに敗れた。ウィンブルドンにて2012年は1月に、ハイネケンオープンで優勝。全豪オープンでは、準々決勝で、 ジョコビッチにストレートで敗れた。2月のコパクラロとアビエルとメキシコテルセルで2週連続優勝を果たし、シーズン3勝目を挙げた。全仏オープンでは準々決勝で第4シードのマレー、6の 4?6 から 7?6 から 3?6 から2で敗り、全仏で自身初のベスト4に進出したが、準決勝ではナダルにストレートで敗れた。6月のユニセフオープンで優勝し、 シーズン4勝目を挙げるとともに、自身の1シーズンにおけるタイトル獲得数を更新。ウィンブルドンでは4回戦で、フアン・マルティンデル・ポトロに解消し、準々決勝で、マレーと対戦するも7から6、6から7、4から6、6から7で敗れている。7月のスウェーデンオープンの大会で優勝し、シーズン5勝目を挙げた。ロンドンオリンピック3回戦では、 日本の西小里系に敗れている。全米オープンでは、準決勝で、ジョコビッチに6から2、1から6、4から6、2から6で敗れ、ベスト4となった。2012年は、すべてのグランドスラムでベスト8以上と自身最高の成績を残している。その後10月に、地元バレンシアオープン500の大会で優勝。翌週の BNP パリバマスターズでは、 予選から決勝に勝ち上がってきたイエージアノビッツをストレートで下し、マスターズ戦初優勝を飾った。マスターズ戦において、ビッグ4以外の優勝は2年前のパリのロビン、セーデリング以来18大会ぶりとなる。ATP ワールドツアーファイナルでは、ラウンドロビン2勝1敗で敗退したが、2012年シーズンはツアー最多の7タイトル。 またマッチ勝利数76勝もシーズン最多となった。全豪オープンでは、ベスト4に進むもののジョコビッチの前に敗北。第4シードで出場した全仏オープンでは、マリンコ・マトセビッチ、アルベルト・モンタニエス、フェリシアーノ、ロペス、ケビン・アンダーソン、トミー・ロブレド、ジョー・イルフリード・ツ・オンガを倒し自身初の、グランドスラム決勝進出を果たす。決勝ではナダルに3から6。 2から6、3から6で敗北。7月8日に2007年のアンディロディック以来のビッグ4以外の世界ランキング3位となる。年間最終ランキングでも3位となった。第6シードで出場したモンテカルロマスターズでは準々決勝で、ナダルにクレーコートでは2004年のメルセデスカップ以来、約9年9ヶ月ぶりに勝利した。第六シードで出場したシンシナティマスターズでは、 ミハイル・ユージニーラを倒し7年ぶりのベスト8入りをし、トミーロ・ロブレド、ジュリアン・ベネトを倒し決勝進出。フェデラーに敗れ準優勝となる。10月24日、バレンシア・オープン500準々決勝にて、通算600勝達成。このトシマスターズ7大会連続でベスト8入りを果たした。ATP ワールドツアーファイナルでは、大会途中棄権したミロシュラ・オニッチの代わりに出場。 これにより5年連続出場となった。年頭のカタールエクソンモービルをオープンで、トマーシュベルディハを6から4、7から5で破り、ツアー通算22勝目を達成。2月下旬のリオオープンでも、第1シードのナダルを準決勝で破った、ファビオ・フォニーニを6から2、6から3で圧倒。さらに翌週に開催された、アビエルとメキシコ・テルセルでも決勝において、 1> 第1シードの西堀慶を6から3、7から5で下し2週連続の優勝を飾った。この勝利でプロ通算24勝目を記録した。第7シードで出場した全仏オープンでは4回戦でマリンチリッチに勝利し、全仏4年連続ベスト8進出を果たした。準々決勝ではマレーに初めてクレーコートで敗れた。しかし第8シードとして、 出場予定であったウィンブルドン選手権では、ふくらはぎの怪我のため直前に欠場した。ウィンブルドン後のすべての大会を欠場し、望んだ全米オープンでは3回戦で、ジェレミー・シャルディに6から7、6から4、3から6、1から6で敗れた。マレーシア・オープン・クアラルン・プールでは、決勝で、フェリシアーノ・ロペスに7五、7五で勝利し、シーズン4勝目。エルステバンクオープンでは、 決勝で、スティーブ・ジョンソンを破りシーズン5勝目を挙げた。BNP パリバマスターズでは準々決勝で、ジョン・イズナーに6から3、6から7、6から2で勝利し2年ぶりの準決勝進出。準決勝で、マレーに4の6、3から6で敗れた。2015年 ATP ワールドツアーファイナルには6年連続出場を、果たすも参戦全敗となり、 2013年からファイナル7連敗となった。年間最終ランキングは7位。昨年優勝のカタールエクソンモービルオープンでは、初戦でイリア・マルチェンコに敗れた。全豪オープンでは準々決勝でアンディ・マレーに敗れた。昨年2週連続優勝したリオオープンとアビエルとメキシコテルセルでは、いずれも決勝にたどり着く前に敗退。その後は、ふくらはぎの怪我に苦しみ、 モンテカルロマスターズとバルセロナオープンを初戦前に棄権した。マドリードオープンでは3回戦で、トマーシュベルディハに6から7、5から7で敗れた。ローママスターズでは3回戦でラッキールーザーのリュカ、プイユに敗れた結果、翌週付けのランキングにおいて2010年10月以来、5年半ぶりのトップ10陥落となった。ジュネーブオープンでは準決勝でマリンチリッチに敗れた。 全仏オープンでは4回戦で、トマーシュベェルディハに3から6、5から7、3から6で敗れた。ウィンブルドンでは2回戦で、ニコラ・マユに敗れた。リオ五輪のシングルスでは2回戦で、エフゲニー・ドンスコイに敗れた。全米オープンでは3回戦で、フアン・マルティンデル・ポトロに敗れた。2016年は2009年以来のトップ20、陥落、2004年以来のツアー決勝進出なし。 2009年以来のマスターズベスト8なし、2002年以来のタイトップ10勝利なし、ATP ワールドツアーファイナル連続出場が6年で途切れるなどの結果に終わり、年間最終ランキングは21位。全豪オープンでは3回戦でロベルト・バウティスター・グートに敗れた。その後各大会で初戦敗退が続く。マドリードオープン。 BNL イタリア国際では2週連続で西コリケーに敗れた。しかし、BNL イタリア国際の1回戦で、フェリシアーノ・ロペスに勝利したことで、キャリア通算700勝を達成した。ノーシードで挑むウィンブルドン選手権では1回戦で、第22シードのリシャール・ガスケを下すが3回戦で、トマーシュベルディハニア敗れる。7月のスウェーデンオープンで1年9ヶ月ぶりのツアー優勝。 結果的にこれが ATP ツアー最後のタイトルとなった。ロジャーズカップでは3回戦に進出し、第2シードロジャー・フェデラーから第1セットを奪うも、初勝利には届かず。ウエスタンサザンオープンでは3回戦で、第11シードパブロ・カレーニョブスタ準々決勝で、第3シードで、ドミニク・ティエムに勝利し、ベスト4入り。しかし、準決勝で、ニック・キリオスに敗れる。 シーズンを37位で終える。2018年はグランドスラムで3大会連続で初戦敗退を喫し、その他の大会でも早期敗退が続いた。8月に全米オープンがグランドスラム最後の出場になることと2019年の母国スペインの大会で現役を引退する意向を表明した。同胞のナダルとの対戦となった全米オープン1回戦は、 第2セット途中で足の故障により危険した。その後モンテレーチャレンジャーに出場すると決勝進出を果たし、決勝でイボカロビッチを6から3、6から4で破り優勝した。年間最終ランキングは125位だった。ホップマンカップでは個人としてはマシュエブレミア、リュカプイユに勝利したが、チームとしては1勝2敗のグループ3位に終わった。2月1日、 現役最後の大会として母国スペインのムチュアマドリッドオープンを選択したと大会公式サイトが掲載した。ツアーでは年始から3大会連続で2回戦敗退となった。マイアミオープンでは2回戦で第2シードのアレクサンダーズベレフを破った。3回戦でフランシスティアーに敗れた。迎えた引退試合のマドリードにはワイルドカードで出場。 同胞のロベルト・バウティスター・グートを6から4、4から6、6から4で破って、初戦突破。これが、ツアー最後の勝利となった。続く2回戦で、シーズン3度目の対戦となる、第3シードの A ズベレフに4から6、1から6で、屈指敗退。世界ランキング最高3位、GS 決勝進出1回、MS1 勝、デビスカップ優勝。 ATP ツアーシングルス27タイトルなどを記録した輝かしい20年間のプロキャリアに幕を下ろした上位選手陣でも屈指のリターナーで強靭なフットワークおよびスタミナを持つベースライナーフォアバックハンドともにコンパクトで粘り強いストロークをする身長 175cm と小柄ながらもここぞという時に力強いウィナーを放ちフットワークを生かした ネットプレーも得意。ベースライナーのためクレーコートを最も得意とするが、他のコートを苦手としているということはなく、どのサーフェスでも高水準で安定したプレーができる。これが長い間上位ランキングをキープしていることに、繋がっている。シングルス、1、準優勝1回シングルス1、1シングルス、7、優勝1回準優勝6回 W イコール優勝、F イコール準優勝。 SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、 NMS イコールマスターズシリーズから降格。NH イコール開催なし。ATP、キャリアプライズマネー,ーニングスオブテニスプレイヤーズ2019。スタタスタ、2019年4月6日閲覧。フェレール、スペイン人選手初のパリマスターズ優勝。www.afpbb.com。2019年2月20日閲覧。今季最多の7大会優勝。 地味でもすごい、小さな野獣。テニス界の名脇役フェレール。ナンバーウェブ、2019年2月20日閲覧。ナダル、フェレール悲願を一周史上初の全仏8度目、V イコール全仏テニス最終日。スポーツナビ。2019年2月20日閲覧。フェレール700章次は西織。り。news.tennis365.net。 2019年4月6日閲覧。デビッド・フェラー・アン・アスー・レ・チラダ・パラ2019。スポーツ。2019年2月20日閲覧。フェレール無念。現役最後の GS は、初戦途中危険親友ナダルが2回戦へ。www.afpbb.com。2019年2月20日閲覧。引退を表明しているフェレールが、ズベレフからセットを奪う熱戦を繰り広げる。 コップマンカップ。www.thetennisdaily.jp。2019年2月20日閲覧。フェレイル最後の大会は5月。news.tennis365.net。2019年2月20日閲覧。ジョコビッチディスパチャス、フェラー2、セットアップ、マレーショーダウン、ESPN、9セプテンバー2012、デビットフェラー。 S ・エリートリターンゲームザデイリーフィックス二十六ジャニアリー二千十一ありがとうございます。